おはようございます。松竹です。今日はなんと岐阜に岐阜に向かっております。岐阜で開催されるレブルミーティングに参加しようと思います。クレイジーですね我ながらクレイジーです。今日はクレイジー松茸でございます。とりあえず岐阜までの道のり、特に何もないかと思いますが、せっかくなんでカントリーサインだけは押さえつつ走っていこうと思います。お、岡山県入りました。やっと明るくなってきましたね。ちょっとさすがに寒い。休憩しましょう。休憩、体冷える。瀬戸兵庫県入りました。カントリーサイン逃した。もう近くだ俺。あとこれで許して。朝日が眩しいぜ。ちょっと太陽出てきてテンション上がってきましたよ。ずっと暗闇でしたからね。朝日が眩しいぜ。ちょっともう回しながら来るとびっくりするでしょ。そんなん出してないよ。何これ、何これ、なんかあんの。今日大阪府入りましたね。入りましたね。渋滞ですか。ここまで走っといてなんなんですが、クレイジーですねやっぱり渋滞ですか。ずっとのろのろですね。滋賀県、ノロノロのまま滋賀県入りました。ちょっと動きつつありますか。なかなか疲れますね。ゆっこの山が、お、安い。私サッカー好きですからね。地区ですか。じゃあ安高校、ここですね。セクシーフットボールですよ。セクシーフットボール。最寄りの関ヶ原インター着きましたよ。あら、気がついたの。なんか後ろベーグルさんですか。そもそも今ここがどこなのか、岐阜に入ったのか入ってないのか、それすら私分かっておりません。ただ後ろの方が同じ方向に行くんでしょう。前走ってくれたらいいのにな。あ、レベル 1,2,3,4 台、4台ぐらいいるのかな。レブルミーティングですから大レブレブになりますね。広島から来た私が先頭を走っております。大レブレブなってますね。連なってますね後ろ。あ、野営してみましょうか。うわーい。
やい、岐阜やえです。いただきました、ジャンボ味噌カツ。やっぱり味噌カツですか。広島のレブミーはキッチンカーとか出なかったんですけど、今回出るらしいんで味噌カツ出るかな。なんかせっかくなんでこっちの地方のものが食べれたら嬉しいっすね。楽しみですね。そういう意味ではパンカフェなんでしょう。パンカフェ、あ、でもこっちの方はなんかカフェとかでもがっつり食べれたりするんですよね。確かモーニングが豪快とかよく聞きますもんね。もうお昼ですけどね。何気に綺麗ですよ、紅葉が。イエーイ、いっぱいいただいてます。まもなく左ですよ、まもなく左ですよ。え、これ分かりにくい。日本昭和音楽村、なかなかのところ走らされますね。これ急に私のホームのような道になってきましたね。岐阜まで来て岐阜まで来てこんな道通ると思わなかった。おっと、気をつけてくださいよ。じゃあ、あ、1です。はい、参加のリストバンドになります。はい、止めていただいたらリストバンドして、はい、で中に黒の M 版受付あるんで。はい、わかりました。はい、はい、おーレブレブです、おーレブレブです。Yeah.
場でたくさん集まっているところで見せよう。でその後あそこなんかあのゴープラ型のすごい感じの長いステージが沖縄で立ち上がるっていうアラブの三つの動画がおっしゃったから見させてもらえないんだけど、そしたらちょっともう目の前にあってる8つの話を見つけたら分かんないですけど、なおこちら364、はい、364、あ、今あ、すいません、はい、でこちらをお持ちいただいて、はい、今あちらのグリーンのスタッフに当たりましたとお伝えください。はい、当たりました。何名か失礼します。よろしいですかね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。当たっちゃいました。岐阜レブミーでした。ちょっと何等が当たったんかわかんないんですけど、水筒当たりました。青だったら最高だったんですけど、赤いやつ、まあ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 、まあ、引きの強さ見せちゃいましたね。そしてですね、レーブルのタツさん、有名 YouTuber のタツさんにお会いしてお話もさせていただきました。なんたる幸運。しかもですね、レーブルはイーゾストラップいただいちゃいました。まさかまさかの展開で、ありがたきありがたきでございます。この後はですね、関ヶ原古戦場に行きたいと思っております。皆さん帰って行ってますんでね、大レブレブですよ、大レブレブ連なってますね、レブルが。ただね、来るとき8時間かかっちゃったんで、ちょっと関ヶ原古戦場もサクッと終わらせてですね、帰りたいと思います。でも8時間かかるんだったら下道でもいいんじゃねえのって思っちゃうんですけど、あ、そう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 、ちょっと興奮してあれでしたけど、岐阜のレブミーはもうほんといろんなとこから集まってましたね。定かではないですけども、私が見た中では東は品川ナンバーの方いらっしゃいましたね。そして西は福岡ナンバーの方がいらっしゃいました。まあ私も広島で十分遠いんですが、皆さんいろんなとこから集まるんですね。それでは安全運転でぼちぼち、ぼちですからね、最初からぼっちですからね、ぼちぼち広島に帰ります。気がつけばサイレントレブレブになってます。バレないようにしなければ、ああサイレントレブレブが、サイレントレブレブになってたんですけどね、曲がっちゃいました。お、また来てますよ。振っときましょうか。レブレブしてますよ。たくさん走ってますね。関ヶ原古戦場跡、お、決戦の地。
石田三成仁。史跡案内図。現在地。志摩左近陣地。おお。なるほど。こんな、ああ、こんな感じで。おお。生々しい。石田三成仁あとでした。まあ広いんで結構他にもいろいろあるんでしょうね。せっかく来たから寄りたいのは山々なんですけど、なんだかんだで来るとき8時間かかっちゃったんで、もう帰ります。今2時半ですから10時半？マジで？